大畑瀬戸と大島大橋柳内市役所大畑総合支所大畑駅は山口県柳内市神代東瀬戸にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である目の前に瀬戸内海が広がる相対式2面2線のホームを持ち間にホームのない抽選が設けられた地上駅である上りホーム側に駅舎があり互いのホームは古戦橋で連絡している 岩国駅が管理し、JR 西日本関連会社の JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。なお、大島連絡船が就航していた当時、桟橋は駅舎や古線橋と直結しておらず、一旦改札を出て歩く必要があった。便所は、男女別の推薦式トイレである。 愛子コは、は、対応であるが、2022年春に利用できるようになる予定。駅スタンプは、日本三大潮流とす大島への最寄り駅。大島連絡線が就航していた時代から、八代島方面への玄関駅として機能してきた。大島大橋開通後は、国鉄バス、傍聴交通が当駅から大島方面へバスを運転していたが、現在は、国鉄バスを承継していた。 中国 JR バスの路線が廃止され、傍聴交通の単独運行となっている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。株式会社 JR 西日本中国交通サービスの設立について、西日本旅客鉄道株式会社、2021年4月6日閲覧。2022年春、山口県内の愛国家エリアが拡大します。南岩国駅から、 徳山駅間に愛イ家エリアを拡大。国鉄監修交通公社の時刻表1975年3月号、P136 には、大島駅から港まで徒歩5分とある。2022年春、山口県内の愛イ家エリアが拡大します。南岩国駅から徳山駅間に愛イ家エリアを拡大。ありがとうございます。